はい、どうも、ゆうちゃんパパです。 KOF98UMOL 本日も楽しくやっていきましょう。本日4月の25日日曜日なんですけれども、私大阪に住んでるんですけどもね、大阪がね3度目のね緊急事態宣言発令ということで、家族でちょっと出かけようかなとか思ってたんですけども、まあ、緊急事態になったということで、どこも行けずに、もうねコロナねちょっとほんまどうにかしてほしいなとか思いながら、まあねちょっとしゃあないなとか思いながら、まあゆうちゃんパパはね緊急事態宣言中でもね KOF をやっていこうかなと思っております。で私ね、昨日ねちょっと気づいたんですけど、あのこのゴールデンウィークのこの福袋のこれなんですけどね、ここであの賞を買ったらこの青い鯉のぼりがもらえるっていう風になってるんですけど、これ30もらえるんですけどね、あの私この30がこっちのこのラッキーボックスの方やと思ったんですよ。このゴールデンウィークラッキーボックスが30もらえるだけと思ってたんで、それの 20% しか入れへんやろなと思ってたんですけど、ではなくてねこの青い鯉のぼりだったんですよね。いやーこれ知らなくてね、これめっちゃ熱いっすよね。ねえ30もらえるしっていう感じやったんでね、それ私ちょっと昨日気づいたんでね、ちょっと昨日もう買ったんですよ。まあダイヤなかったんでこんな感じでちょっと諭吉投入してね、ちょっと買ってしまったんですけども、これ熱いっすよね。30ってことはね、ねえあと20で50貯まったらね、あの赤の機能変えるっていうことでね、機能もちょっとこれ変えましてね、はい。で、まあ、機能それで買って変えまして、ちょっと芸術につけた、これがし芸術にここが出ましてね、特急のね赤機能が出ましたんで、ちょっとまだ素材が全然足りてないんですけどもね、これつけまして、ってことはこれ2個つけたらまたさらに結構戦闘力が上がるんちゃうかということで、ちょっと買っていこうかなと思うんですけれども、でこの購入ボーナス、この購入ボーナスで、ここでもあの1万円分買えばね20個もらえるんで、もうこれでも赤コアね、赤コアじゃない赤機能がゲットできるということなんで、熱いなということでね、こっちもね昨日こんな感じで買いましてちょっとゆきちちゃんをね、ここ導入、ゆきち導入を言うて運営の窓に引っかかってしまったんですけどね、これ暑いからね、今日もこれ買ったらまたもう一個取れるなと思ってまして、今日もゆうちゃんパパ、ゆきちちゃんを導入いたします。それいい、じゃあ行きます。それいい、はい、ゆきちちゃん課金完了、ズキュン言うてちょっと買ってしまいましたので、じゃあ早速受け取っていきましょうか。えい、でこれを受け取りので、ここのゴールデン福袋、ゴールデンウィーク福袋をこれで買いの、それいい、ゲッチゲッチゲッチューで買うと、ここね、こいつね、こいつをそれ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 、でこれを買うとさっきの分で59個になってるということなので、あーなんか溜まってる、よしよし、まあ、こんなんもあるからね、赤機能もう一個買おうとか言って買っていきましょうかね。さあ限定効果のね赤機能ランダム箱ということでね、それえい、あー買ってしまった、買ったので、よいしょ、昨日技買ったんで今日も技買っていこういきましょうかね、かぶるなよ、2はかぶるなよ。じゃあいきまーす、それいい、あれじゃあいけいい、それいけ、2がやで、あーあーああ、こんな感じか、また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 、もう2がやで、2がい、よし、3、3ゲッチゲッチゲッチュ、3が鳴ったので3ゲッチュしたので、じゃあこれをどうですか、ゲーニットさんにつけていきましょうか。これは専属410って結構しょぼいね、昨日これ555やったんですけど、ちょっとしょぼいな、まあ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 、まあ、赤やしね、ほんならこの分で3なので、これをちょっと分解していって、これを育てましょうかね、よいしょ、
よいしょ、こんな感じでちょっとアッピングシュート、アッピングシュートしていって、よし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 、95万ぐらいやったんですよ、ゲイニッツの戦闘力がね。じゃあ2個で、おっと97まで2万ぐらい上がってる感じですね。よし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 、2万上がって、ほんならもう97万ぐらいになったんで、どうしようかな。これで結構万能とかももらったんで、ゲイニッツ星6にしていきましょうか。確か200歳やね、いけそうやね。よし、ゲイニッツ星6にしていくぞ。それいい、よいしょ、ゲイニッツ星6にしたら、それいい、よし100万円かーとか言ってゲイニッツ星6にしたら100万いきましたね。よしよしよし、いいぞいいぞ。で、ここのスキルを一括で上げて、そしたらここも開けれるから、えい、これを開けていって、開けていって10個いのか。あ、また万能なくなったまた万能なくなったけど、まあまあちょっとこんな感じでね、ちょっと消耗も上げていってやっていきましょうか。よいしょ、なるほどなるほど、こんな感じでちょっと赤機能ね、だいぶ上がりましたんでまあそら課金したらそら増えるやろっていうね話なんですけども、まあちょっと悪い癖が出てしまいましたね。いやー、でもいやでもこのゴールデンウィーク福袋熱いね。いやこれ1日目気づいてなかったな、これ青い鯉のぼりやったんですね、しまったな。それやったらもう買ってたんやけどな、まあしゃあないな、ミスったんや感じですけども、まあまあこんな感じでちょっと、買うとねすぐに赤機能集まりますよっていう別にちょっと皆様をちょっと煽ってるわけの動画ではないんですけれども、これはちょっとまあまあお得かなとは思いますねっていう感じでございます。じゃあゲイニッツもね星6になってちょっと戦闘力も上がったので、ちょっと最後バトルして終わっていきましょうかね。あ、ペイチャンにでも行きましょうか。ペイちゃんとやって最後終わっていきましょうかね。ペイちゃんまだねゲイニッツ星5なんですけど、まあもちろん、オルチアシのね S マックス上げてるんで、まあ、おそらく負けるかと思いますけれども、まあ、戦闘力もちょっと近くなってきたので、ちょっとペイちゃんと戦っていこうかなと思います。ではゆうちょんババとペイちゃんの戦いを見よ、ドラー。はい、さあ先生とってるのはペイちゃん。さあ虫けらアタックからゴミガー。さあ S マックス、これで怒り下げられて、ちょいボンゲじゃない S マックスになってますね。さあオメガ SP 出てきて、さあイヤサンスウーロチーパースワンコタンキペーマチーロン、さあメテバースボース、お金庫入った、金庫入って、よしよしいいぞ、いいところにゲンジが飛んできて、さあ2発目の虫キャラバック。さあここでさなぎを破って超アマウ、ただゲイニッツの効果であんまり食らわない。よしよし、展開は、ま、悪くないね。まあ、全員スキルが出ている。あかん、一回踏ん張り使わされたな俺。じゃあしろ、さあゆうちゃんパパの反撃、さあゲイニッツの SP から出てきて解除して、さあ虫からアタックで、これもこれで金庫が解除される。でアラブル大地マックスどんどこどん、さあこっちもいいやさんすウロチーパー、タブローキューピン待ち、高見一通キューピン待ち。さあエリザが出てきて、さて気分ブンブン回して、さあこれはほぼ食らわない。さあゲニッツおばあさん、ダメージカットのところで待ってるから全員ダメージカットか、2人ともね。さあさなぎ破って超甘う、まずまずのところかな。まあ全員スキルが出てる。さあゲニッツ打って、さあ炎でここでチャンを倒してもらうパターンが一番熱いんだが、さあ起きたよ、調子こいてんねえぞ、起きた、よしこれで攻守交代、あれやられへんのか、やられへんのか、じゃあこれでやられるな、これでやられる、よしいいぞ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 、いい感じで攻守交代が入る。でカウンターでめちゃくちゃ減らしているオルチアシオが虫の雪だ。さあこれで踏ん張り1回使わせて虫からアタック。さあ上田一どんどこどん、でこの効果でまた再起がたまる。虫からアタックゴミが、さあ鉄球ブンブンブン回してさあオルチェミガードフラの攻撃食らわして、ただホタルには2割しか食らわない。さあダメージカットが飛んでいって、さあ虫からアタックじゃなくてサナギ破ってすぐ間違えるすぐ間違えんね。
さあ全員スキルが出ていて、これでオルチクリス倒したから1回分こっちの方が得になってる。オルチクリスのね復活分が展開は悪くないぞ。ただ S マックスだからね。さあ来たよ、かっこいいぞ、ドカンかっこいい。さあオミガが SDA 出てきて、さあムシカルバックオミガ、さあイーアサンスウロジーパーユスチャスト待ち、ペンチャスト、何がペンチャストやねんってさあ SDA 出てきて、さあムシカルバック2発目ゴミガ、さあゴチョイボンゲじゃない S マックス打って怒り下げを食らわされる。さあメテオバース、おーす、自分の名前を言う、キスと言ってくる。さあ現実オロクに飛んできて、まずい。さあやばいな、これ2発目あいけるな、よし、まだまだオロチでも身が死んでいない。俺は耐えろ、耐えるんだ、あかん、踏ん張り使って2回目踏ん張り使ったね。ただこれでまだいけてるね。うん、オロチヨシオがある程度硬いね。よしよし、いいぞ。さあユーチャンパパの反撃、さあイヤサンスウロチーパーリャングパスト待ち、最高っそーだ。さあ虫からアタック、ドミガー、さあオヤジマックス、どんどこどん。さあエルザの ST が出てきて、シールド張ったのはオルチアシロ、いいぞ、オルチアシロに張るのはいいぞ。さあ現役士、さあまたノーヤ、ちょっと噛んだ、分からんそれでサナギが破って超余って、オルチアシロがまだ全然倒せないね。よし、ちょっとずつ削る、ちょっと全然めっちゃホタルの攻撃するやんホタルをたくなごい。さあここのターンはやられたので、ここのターンはもう捨てるキャラではあるんですけども、オルチアシロ耐えろよ。オルチアシロが見事だ、あかん、そこ飛んでった、でもガードしている、これでカウンターで仕事をする。うん、いいぞ。で強者ちょいもんげじゃない、 S マックス出てきて、さあメテオバース、ドワース、よし、いいぞ、いいところにギニが飛んでいって、まあ、エリザベートは目的キャラ出して置いてる。さあサナギが破って超甘う、いいぞ、オルチアシロ硬いぞ、結構耐えてるぞ、これでも耐えてるぞ、いいぞいいぞ、いいオロチアシロやっぱいいね。 S マックスちゃうけどやっぱりゲニと合わさって、ほらほら耐える、耐える、あっこれはさすがにやられる、耐えている、いいねいいね。いやオロチアシロやっぱ強いね、やっぱり育てると強いよ。これ S マックス開けたら結構やっぱめっちゃ強くなるね。絶対 S マックス開けたんね、ぽよよよんって。さあ S マックスじゃない方のどんどんどん打って、さあ原始時打ち込んで、さあ現実が現実に飛んでいって、ただこの 35% しか食らわない。でここのサナギを破って超甘腕、離脱を入れ、あまだ倒してないか、まだ倒していない。現実がしぶとくギトリル、さあ全員スキルが出てるので、これが芸術に飛べ、芸術に飛ぶんだ、芸術に炎が飛ばない、飛ばない、飛ばないので倒せきれない。お、いいぞ、オロチアシロ倒した、オロチアシロ復活、ただ S マックスの効果で復活している。さあ虫からアタック、ゴミガー、さあどんどこどんどん、よし、これカウンターで仕事するからね。オロチアシロがやっぱ硬いね、5ターンまで普通に来てもね。オロチシェルミも生きている。さあエルダの SD が、これ結構いい展開的に悪くないねこれ。さあ虫けらアタック、でバース、これはもうほぼ食らわない。でゲーニッツがあかんか、これはさすがにやられないけれど、吸収してやられないけど、まあ、もう食らいすぎ。お、まだまだ踏ん張り残ってたオロチアチロ、ただここまでタコ殴りにされるとさすがにこのターンはきついかな。まあ、メインでやら最後で終わったね。でも終わったきついか。ちょっと、でもオロチシェルメが残っているから、これでオロチアシロ一回倒せるか、これで倒せんじゃん。あかん、まだ硬い。さあ、イヤサンス、ウロチーパー。さあ、ゲニツがどこに飛んでいく？ああ、そうか。後ろが、オロクリがまた透明してるのか。なるほど。ちょっときついな。サナギ破って、超安、これでオロチアシロは倒せるはずだ。よし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 、いいぞ、これでゲーニッツも倒して、ゲーニッツも、よしよし、ゲーニッツ倒したぞ。で、これでバースはまだ倒れない、倒れたけど、まだ復活を残している。ただ、これは展開的に悪くないぞ。オロチシェルミーがまだ残ってもな。これでサナギを破られても、一回まだ踏ん張り一回残してるな。
いや、おうちテレビいいね。やっぱいいよいいよ。もうゲーニッツがやっぱりもう相乗効果強いね。ただ星6の感じはあんまり関係ないかもしれんけどね。さあ、こちら反撃虫けらアタック。これでオロチクリスを倒せば勝ち目が見えてきた。さあ、ゲーニッツできて、さあ、サナギを破って超アマウ。おいいぞ、これでバース倒したらまだ倒れへんか。ただよし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 、これは来ましたね。これはもうこれで倒されても、これでサナギを破って、ああ現実から出てきて、サナギを破って超アマウして、これで復活して虫からアタック打たれて、このクリやられたとしてもいけるパターンやね、これね。膨らませて、お、倒れてない、倒れてないね、倒れていない。さあ、これはいけた。さあ、虫キャラアタックかな、虫キャラアタックで決まる。ドガン、はい、まさかの勝ちましたね。ちょっとチャンのね、攻守交代がうまくいくことを刺さってね、オロシェルが結構最後まで残ってたのと、まあ、オロチアショが結構硬くてね、結構5ターンぐらいまで持ったので、まあちょっとゲーニッツのね、星6の効果かどうかちょっとわからない感じではありましたけれども、なんとか勝つことができましたね。どうもペちゃんすいません、ちょっと勝ってしまいまして、ペちゃんすいません、対戦いただきましてありがとうございました。ちょっとね、戦力も結構ガッと上がったのでね、結構ええ感じに戦っていけるんじゃないんかなとは思ったりはしてる今日この頃ですね。戦闘力100万超えたのがゲーニッツとオロチアシドとオロチクリスという感じですね。で、サイキがまあ95万弱ぐらいですね。で、まあ、オロシェルはまあ80万ぐらいですけどね。まあ、こいつをどうしていこうか、育てるか、どうしようかなって今ちょっと悩んでるところではありますけれども。次はちょっと、まあ、ゲーニッツね、消耗上げていって、サイキもね、100万超えるような感じでちょっと育てていこうかなと思ってる今日この頃でございます。それではね、本日はね、ちょっと課金をしましたよーんっていうね、福袋熱いですせーっていう動画と、ペイちゃんとのサバフレの動画をさせていただきました。はい、じゃあ今日はね、こんな感じで終わっていきたいなと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。